次はこの角ブイーンって音がするんだ。お、これは、なんなんだろうね。蛍光灯かな。ああ、元蛍光灯。どっちかが開いたはず。地下じゃないかな。そっち?え?しかも開き方が、ちょっと嫌だった。おう。トゥルルーム。え、違う。で、これ解体したとじゃん。やっぱ違いますね。あれやっぱ、マグじゃなくて、トイレットペーパー。いい感じだよ、いいでしょ。食料が足んねえって言ってるからね。食料が究極的に足んなくなったら、なんかもうね、食べるものが限られてくる。そういう話。いや、解体してますよね、だって。なんか、関係ない女の人もいる。うん、なんかね、いろんな登場人物がいるんだよ。絶対トイレットペーパーじゃないでしょ。だって、マグこんなとこ置かない。で、ドアはもちろん開かないと。いや、開かない。なんか怖いんだけど。I change the storage room for two something I can easily. The rest of the world is missing. NNY. あ、NNY なんとか続くんだけど、読めないのなってね、なんだろう。ちょっと英語でその暗号は厳しくないか、私には。よりわかり、覚えやすい。なんかだから、この部屋の本に、アントニーみたいな感じなかった。いなかった、そんなやつ。だったっけ。マイファーザーとか、そんなんですか。これすっげえ簡素な作りだよね。その左右のやつがジャグジャッとすると、離れすぎ。それ。NY はないですね。ないですね。それかな。長いから。NNY はないですね。NNY はないで、モノトニー。NY ですね。うん。こいつを解読しなきゃいけないみたいな。いや、でもこれは、NNY。受験 NNY って打ちに行く?NNY じゃない。何か、NNY なんちゃら。なんか、そういうのにも出てきた、今までに。より覚えやすい単語だよ。なんか、ちょっと、ネイティブじゃないんで、そういうこと言われてもな、何が覚えやすいんだろう。あと、この名前はケイティなんだよね。ん?で、ここの名前は、ツール、なんとかなんとか、うん。え、は、リン。あ、リンか。リンってね。NNY, あ、NNYL? NNYL? ああ、逆読みみたいな。逆読みぐらいしかもうね。ね、ないよね。おちょっと待ってね。よし、うちに行こう。え、毎回この部屋まで戻るのめんどくさいんだよな。なんか、早く行けないかな。NNYL。完璧や。さすがです。これで、まだあと何部屋あるのかね。外人からしたらめっちゃ簡単なじゃないで、太郎を逆から読んだらなんていうのがあって。バカじゃないのって。うろ、なんとかなんとかって書いてあるようなもんでしょ。うろ、t。あとは読めない。あれこれ閉まってる?あ、あれ?いやいや、開いてる。そう。え、何もいないよ。急にいるとか見てない。確かに。確かに。誰かいるぞ。赤ん坊の泣き声はするよ。誰かいるぞ。いや、そこが開いた。そんな、なんか、脅かし系ではないと信じているが。俺も信じてる。長い。引き。なんかすごいね、女の子の泣き声だね、これ。赤ん坊じゃないね。うん、はい。なんか、絶対絶命で。やばかったんですか?いや、この、だから登場人物の科学者の方は、
どうやら人間を作っている気がする。そうなの？どうなのかな？違うのかな？なんかクローンがどうなって書いてなかったっけ？積んだよ。さっきの部屋はそれだけ？多分。ヒントとか、次のキーの名前を。ない。あ。あ、これ押していいのか。あ、ごめん。押していい。ちょっと行動しちゃった。これでハッチが開いた。押すしかないけど。ハッチが開いたんじゃない？だんだんなんかね、俺らが容疑者になる話になる気が。あれ、広報の、あれ、あのボタンは何？上の部屋？上の部屋で行けないところなんてなかった。なかった、なかった。あの焼却炉が。あ、開いたかな？え、何？自殺しろってこと？え？なんもない。全然マジですね。あの、じゃあ、謎の壁。あれ？あ、違う。いかないですね。あれ？あれ？あ、凹んでるけど。凹んでるけど。どういうテクニックなんだい？すげえ。あー。うわー、違うな。なんだろう、これは。ひじき。すごい。あー、開いたよ。あー、え？え？それ、いる？ね。スラーイズフリーだ。え、あの下のこと言ってるの？だよ、ね、スラーすごいね。すげえ光ってるね、こいつ。もったいない。電池のね、電池の無駄遣い。まあ、こいつもずっと懐中電灯。いらないよね、これ懐中電灯。そこ出ちゃうよ。間違えた。危ねえ。ゲーム終えるとこでした。暗くなった。いや、明るくなるね、これ、時期。目が、こう、順応していってる感じを。そういうことを表していたのか。安順能ですね。安順能です。なんか、重たくないか。開かなかった。あれ？意味がわかんないな。まだあった？何？今の、がなんかゲームエンド的な、ではない。本筋のストーリーがよくわかってないから。今のセラーエスリーダーってやつ、ってなーなるのかな。なるのかな。いや、あの、やっぱハッチの下行きたいな。ね、ハッチは。ちょっとハッチは絶対何かあるわけでしょ。え、また打ち込むの何かを。でもザ・セラーエスリーダーが一番よくわかんないんだよな。抜けないんだよ。上に立ってるからね。でも、立たないと出ないのかな。くそ。赤ちゃん。上戻るしかなさそうだね。いや、でも打ち込むにしても何打つか、わかんなくない？ザ・セラーズ・フリーダム。ねえ。毎回引っかかるんだよ。よくある。実はもし変わってんじゃない？なんで凹んだからの説明がないの？し。もう調べても、これしかない。ザ・セラーでフリーや。イェーイ。イェーイ。一回セラーって言うと。いいなぁ。セーラー。あ。イェーイ。もちろん、いいだっけ。いいじゃなかったっけ。どっち打ち込んだところで、なんもなかったですね。いいか。へぇー。女子高生の謎も意味わかんないからな。積んだよ。操作変わる？変わっても何も変わんない。全部読んだよ。新しい本がある。ちょっと書いてないよ。相手を。全だけじゃない。何回かやってた？やっぱ上なんでしょうね。やっぱなんか映ってるんでしょうね。
はい。どうしよう。もう一回消えていいって。でも、どうせ判定は OK っていう。判定 OK だね。次なんだっけ？ 2 だっけ？うさいぐらいねえね。完璧や。もう一回解いてるだけ。ここで実は下に行ったら空いてるって現象だとどうする？結構笑う。フリーダム？フリーダムって言う？フリーダムって言ったよな。それか、なんだろうな。おお！開いた！雑すぎない？やだな、入りたくないな、もうここで終わりたいな。何かを見てしまう気がする。そろそろ何かいるよね。いるのかな。なんかとりあえずバッドエンドしか、さらなる暗示に。ちょっとやだよ俺。いや、ケイティに会えるよ、とうとう。あ、やばい、眼中レントが。ゾイ、ゾンビ、ちょ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 、フリーダム、it took the end of all humanity for me to find freedom. やったね。え、これ、独白？誰の目線？でも、主人公は出ようと思ったら出れたもんね。え、びっくり系？びっくり系？びっくり系？いや、血が。血だよ。なんか、硯が。It seems to have been too long. 怖くなってきたんだけど。あ、まだ続きやった。シープに無理しんじゃったの。出たのか知らない。ブラッドロスってどういうこっちゃねん。どういうことやねん。I feel her body into the roots of her fingers. My auntie. They don't tell us what to do. 反核宗教。Hi. Freedom are locating safe upstairs. Whenever I am content in my life, that I don't know. 戻らなくなるよ。しましたことは間違ってないんじゃないんだ。間違いだったもん。BGM なくなったし、ガチレントなくなったから終わったんだけど。あれ？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 あなんだったんだ。ね、主人公はなんだ犯人だったじゃない、やっぱ。やっぱ上もう一回見たいって言ってた。なんかで死んで。いや、ケイティがいたんでしょ。ケイティは死んで、ケイティが死んだのかな。うん。でもう一回なんか見に行ってたっぽかったけど、最後はよくわからない。ケイティが15歳の時になんか。まあ、とりあえず、マートサイエンティストが、イチャイチャして、うん。で、なんか地球最後の、地球終わっちゃって、それも、なんかもう頭おかしいから、ほんとかどうか。なるほど。とりあえず、なんか懐中電灯が切れちゃって、暗くなって、らへんまで読めた。取り残されちゃったーって言って、バッドエンドに。多分、あなたも、その、サムエル人になりましたよ、みたいな。わかんないね。はい。ということで。気持ちなかったですけど。なんだっけ、フィンガー。フィンガーボーズ。って何だったんだっけ。あの、あれ締め、締めじゃない。ひじきって、フィンガーボーンかもしんない、ね。でも黒かったよね。それがそこにあったところで意味がわからないんだよね。やけだーってなわかりづら。
という感じでしたが、はい、最後ちょっと怖かったですね。なんかあの、演出はね。英語ができる人が見たら。もしかしたらそう、英語ができる人が見たら、すごい怖い内容かもしれないんで。では、ありがとうございました。ありがとうございました。